ちこんばんは、かんじさんちへようこそ。はい、ドイツの方で3000年前の、まあ、剣が発見されたよっていう話ですね。すごいね、3000年前。3000年前って紀元前の話だよね。すげえと思うんだよね。ね、保存状態も良好で今なおきらめきがあるよっていう話で、これね6月の17日に配信されてるやつなんだけど、CNN が発表したやつで、ドイツ南部のバイエルン州の埋葬地、考古学者が八角形の塚、手に持つ方ですね、を持つ3000年以上前の剣を発見したそうです。多分検索すればあると思う。ドイツ南部のバイエルン州で3000年以上の剣ってやると多分出てくるんじゃないかなと思う。で、バイエルン州の記念物保存局っていうところがあって、そこの、まあ、声明によるとなんですが、保存状態は非常に良く、今でも光を放っているという。剣はこのバイエルン州の、ドナウリースという遺跡があって、先週っていうか、まあ、発見されましたっていう話ですね。で、研究者の間では埋葬時の贈り物として墓に、墓に残されたものと見ているということです。剣の年代については、中期青銅器時代の、紀元前14世紀末と考えられています。声明によると青銅のみで作られた八角形の塚、手に持つところですね。まあそういった剣っていうのは希少性が高い。で、このね、記念物保存局のトップ、アティアス・プファイル教授っていうのがいまして、発掘された遺物をより正確に分類できるように剣と埋葬地のさらなる調査を行う必要があると指摘されています。保存状態は極めて良い、非常に希少な発見だと言い添えた。研究者の間ではこの剣について実戦用の武器だったと見方がして出ているそうです。声明では、刃の部分ですね、前方に中心があるところから、前方っていうのは先の方なのかな、主に対象を切り裂く目的でバランスが取れていたことが伺える。この剣の入ったお墓っていうのは男性一人と女性一人、あと男女は分かりませんが、若者が一人の、遺骨が所有する収容されていた。で、この、ね、記念物保存局の方によれば、短期間に相次ぎ埋葬されたと見られている。この、男女一人ずつと若者一人の関係っていうのは分かりませんが、多彩な服装品と共にお見られていましたよと。やっぱどっか貴族とかの人なのかなと思う。貴族っぽいところじゃなければ、こういうちょっとね、きらびやかな、ね、装飾品、剣も含めてなんだけど、埋葬されることってあまりないよね。日本でいうと、まあ、天皇だったりだとか、もしくは天皇に
順通じゃないけど、そういう大名だったりとかで、結構有名どころのね人は、その上州の方なんかだと、亡くなられた時にね、そのなんか一緒に入れることが多いよね、うん、それかなと思うんだけど、それに近いようなもので、その剣は、次に生まれ変わった時に、エジプトの墓みたいな感じで、ね、生まれ変わった時にすぐに戦えるようにとか、装飾品、なんかダイヤとかそういうのが入っているものがあった場合は、まあ、その権威、自分が生まれ変わる前にすごく高貴な人間、人物っていうか、まあね、そういう意味合いも込めて証明になるからね、うん、っていうのかなと思うんだけど、皆さんどう思いでしょうか。以上です。